皆さんこんこにちは義キリスト教倫理を始めます今回のテーマは生命倫理の諸問題の2回目生命の尊厳について話を進めていきたいと思います。前回は生命倫理に関わる、まあ、現代のいろいろな問題をとりわけ命の始まりと終わりの部分に注目して話をしてきました。 そうしたですね具体的な素材もあるいは事柄もですね非常に大事なんですけれどもそういった事柄をきちっとですね支えることができるような概念とか理念ということについてもですね今回話をしていきたいというふうに思います。まあ、そこで今回の授業で注目したいのが「生命の尊厳」という概念です。 今回の講義はこのような形で進めていきます。最初にですね「生命の尊厳と良心」ということでこれまでも良心をちょっとした隠し味として話を進めてまいりましたが今回も冒頭でととの関係を少し触れたいと思い思ますそして前回も少し話題にいたしましたけれども「優生学」「優生思想」ということについてもう少しですね詳しく見ていきたいと思います。 その後に尊厳とは一体そもそも何なのかということを歴史的にですね振り返ってそして後半においては特にそれを神学の領域でキリスト教神学の伝統の中で尊厳というものがどのような聖書的な根拠をもって語られまたその考え方がですね時代とともにどのように変化してきたのかということを共に考えていきたいというふうに思います。 そしていつものように最後にはですね、えー、今日のま課題を、えー、あのまとめてみたいと思います。では最初にえっ、ー、と生命の尊厳とまあ両親の関係について、えー、触れたいんですけれどもこの生命の尊厳といった場合にはですね、えー、もちろん私たちは一般的にはまず人間の尊厳、えー、ということを考えますけれども、えー、もう少し広くですねえっ、ー、と生命 という次元で尊厳がどのように成り立つのかということから話をですね始めてみたいと思いますで、こういったことを考える上で、えー、非常にですねまあ重要な思想的貢献をした人物の一人にアルベルト・シュバイツァーがいます、えー、彼がですねえっ、ー、と性への池 というですね、まあ、考え方を提示し、えー、それがあの多くの人にですね、まあ、思想的な影響を与えるだけではなく、まあ、後にはですね、まあ、動物保護運動であるとか、えーまあ、その具体的なですね、実践を伴うような動物福祉にですね、こう展開していくような流れをもう作りました。つまり尊厳ということをです、ね、人間だけに限定して考えるのではなく、まあ、文字通り広くですね、命をこう包括するような そういった概念としてシュバイツァーは考えたわけです。で、ここではですね、まあ膨大な彼の著作の中からごく一部だけですね、こう取り上げて紹介したいんですけれども、シュバイツァーがですねの理解によれば、えっと性への畏敬の倫理というものをですね、このようにこう表現することができます。私は生きんとする生命に取り囲まれた生きんとする命であるという事実。 このです、ね、事実に、えー、きちっと向き合っていこうというところから、えーまあ、彼の、えー、理解はですねこう始まっていくんですね。 つまりここでですね、えーまあ、言わんとされているのは人間を中心としたこの生命観だけではなくって、えー、その人間もまたですね、えー、その周りに生き,生きんとする命にです、ね、囲まれた存在であると命というです、ね、レベルに関してはそれぞれがですね、えー、この等しい価値を持っているんだというようなところを彼は提示しようとしました。 これはもちろん、えー、と人間を中心としたですね、まあ、倫理とか思想というものができてきたこの西洋思想にとっては、まあ、かなり大きなチャレンジとなりますけれども、えー、まあこのですね彼の考え方に触発されて多くのこの環境思想であるとか先ほども言いましたようにこの動物福祉にですね関連するような流れもですね生まれてくることになります。 ですからこれからのこの授業ではですねもっぱらまずは人間の尊厳ということに注目して考えてはいくんですけれどもこの授業の後半では環境倫理についてての話をしていきますそこではですね人間だけではなく他のですね自然とか動物の命ということについても 視野をまあ広げていきたいと思ってますのでその手始めとしてですねこういったシュワイツァーのこう考え方にえっと触れておくっていうことはですね大事ではないかなと思います。でまああの人間中心主義からですね、まあ、いわゆるこの生命中心主義への移行というものをですね、まあ、促した先駆的な人物として知られています。でそのですねシュワイツァーがえっと同じくですね、まあ、こういうふうな言葉をこう残してるんですね。 えー、これがまあ良心という言葉が出てくるんですけども読んでみます、えー。断じて鈍感にされてはならない。我々が倫理的葛藤をいよいよ深く体験するならば、我々は真理の中にあるやましくない良心などは、えー、悪魔の発明であるというですね。えっ、ー、と特にもう最後の言葉が大事だと思うんですけども、やましくない良心などは、えー、悪魔の発明であると。 つまり私たちはですね、まあ、もちろん良心を持っていろんな物事をですね のまあ是非とか善悪をとこの判断したいと願うわけなんですけども、えー、自分のですね思い込みでもってこれが正しいんだこれが間違ってるんだというふうにですね、えー、こうやってしまうとそれは、えー、最終的にはまあ自己正当化にとどまらずですね自己絶対化そして他者の否定にもつながりかねないわけですね。ですからこう葛藤しないようなもう自分が絶対的に正しいんだというふうにですね、えー、このためらわないような、えー、と良心というのはですねもうこれもう朝悪,悪魔の発明なんだ。 というようなことをですねシヴァイツザーはま言わんとしているのではないかと思います。ですからまあ、ここでですね。あの、もうすでに、えっと、触れましたようにえ、両親とは何かっていうことのですね。まあ、西洋史的な知恵に立ち返るとそれはまあよし足ということもですね。後にはもちろん大事になってくるんですが。 まずはよし足しを除いてですね、まあ、共に知るというですね、まあ、その原点に、えー、と立ち返ることですね、えー、とそういったところから、えー、この私たちのですね現代のように早々にこの善悪とか敵味方みたいなことをですねこう決めてしまうようなところから少しこう自由になっていく必要があるとそして、えー、と単純にですね自己正当化することがないような次元の、まあ、良心とは一体何なのかっていうことをですね考えていく必要があります。 でこれはですね今取り扱っている生命倫理の問題を考える時にも非常にやっぱり重要な、えー、視点を含んでいますなぜならば、えー、良心というのがですね、えー、誤ることがあるんだということをえっ、ー、と理解しておくっていうことは極めて大事なんですねでえっ、ー、とこれはあのある意味で良心のパラドックスと言われるようなものですねえっ、ー、と私たちは、えー、とりわけこう科学技術がですね発展した時代においてよく理解しておく必要があります すなわちこのいろんなですねこの便利なあるいは技術があってですね良かれと思ってそれをこう使ったりする場合があるわけですよねしかし後になってその良かれと思ってやったことが大きなですねまあ悪である悪であったということがわかる場合があります良かれと思って人にやったことがですねその人に対して大きな犠牲を強いることになったということもですねあり得るわけです。 でその意味ではこの、まあ、安住する良心あるいは自己正当化する良心のえ危うさのようなものにですね私たちは絶えずやっぱり敏感である必要があ,のあります。 で、まあ、こういったことをですね少しまあ具体的な事例を通じて、えー、考えてみたいんですけども、まあ、これもちろんいくつもありますが、えー、と一つはですね、まあ、原,発原,あの原爆の開発ですね、まあ、これはあのオッペンハイマーに引きられたマンハッタン計画として知られていますけれども、えー、膨大な数のですね、えー、と科学者が動員されてそのプロジェクトを作ったんですけども、えー、実際にはですね全体像を知ってる人はごくごくわずかの人しかいませんでした。 それぞれぞがお国のためにとということで,です、ねまあ、上から指示された割り当てられたです、ね、ミッションをこ,うこなしていったんですけども当然その時にはですね科学者としてできる限りのことをしようということで、まあ、あの技術開発にいそ、ね、しんだわけです。 ところがそういったものがですね集められた結果それまでなかったようなですね巨大な破壊力を持つ原子爆弾が作られそれが広島、長崎にですね、投下されたわけでです。ですからその当時にですね一人一人の科学者が持っているこの良かれと思う気持ちっていうのがですねあったとしてもそれが結果として巨大な破壊能力を持ったですね、兵器を生み出す。 ということになってしまったことを考えるならば、えっとこういったことをですね、えー、繰り返せないために私たちは何ができるんだろうかということを考える必要があります。それから同じくですね、えー、まあ 対戦下にお,けるうおいてなされたことが知られている、えっと、人体実験ですねこれはドイツあるいは日本の例が知られていますけれども医学の発展のためにですね、えっと、人体を直接使うことができればこれは非常に便利だということをですね多くの、えっと、研究者は考えるわけです。ところが、えっと、実際にはですね、まあ、捕虜であったり、えっと、刑にです、ね、処せられる人たちがあ まあその犠牲になるわけなんですけれども、えー、医学の進歩というですね、まあ大義名分のために人体実験がえっ、ー、と結果的にまあ正当化されたという経緯があります。それからえっ、ー、とまあ人種優勢政策ですね。これは後ほどでえっ、ー、とお,お話ししますけれども、えー、まあ。 これあの優生学に従ったです、ねえーまあ、社会づくり国家づくりをした方が、えー、この社会のためにはよ,くよいんだという考え方でですね、えーまあ、結果的に当時価値がないとされた人々の命が奪われていったということになりますし、えー、そのです、ね、流れにあるのが日本で、えー、行われていました、まあ、旧優生保護法の下での、まあ、障害者に対する、えー、強制不妊手術もその一例として挙げることができます。 ますけどもつまりですねえっとその時々においてはその本人のために家族のために良かれと思ってやってるんだけども、えー、ずっと年数が経ってですね振り返ってみるとやはりとんでもないことをしてしまったっていうことが、えー、分かる場合があるんですね。ですからまあ、こういったですね、えー、もちろんジレンマっていうのは完全になくすことができないかもしれませんけれども、えー、私たちがですね良いと思う判断の中に えー、何かですねこう間違ったことをするかもしれないという疑いの気持ちをですねやはり持ち続けておくっていう、まあ、自己批判の精神ですね、えー、その集団主義の中にあってもですねそういう今集団が行っていることが本当に正しいことな,んかなのかどうかということをです、ね、こう検証したり、えー、疑いのですね、えー、目を向けていく、えー、そういった姿勢がですねやっぱり必要だということがわかります。はい、では、えー、と次にですね えっと優生学、優生思想について話していきたいと思います。まあこれについてはえっ、ー、と前回少しまあこの導入的なことをですね話しましたけれども、まあもう少し詳しく歴史的な流れをですね辿ってみたいと思います。で、優生学、まあ英語では eugenics というふうに言いますけれども、えこれがですねまあどういう時代背景でえっと生まれてきたかということです。 で19世紀のです、ねまあ、社会ダービニズムが20世紀の学の優学先,が先駆けと,、えー、となりましたでこの社会ダービニズムは何かっていいますと、まあ、当然ですねこの元になったのはダービンのです、ね、進化論進化説のダービニズムが あるわけなんですけれども、えっと19世紀半ばにですね、チャールズダーウィンは主の起源を表し、まあその彼のですね、えっと進化説というものが非常に大きな影響をですね、まあ思想界だけじゃなくてですね、えっと社会にもですね、こう与えていくことにえなったわけです。 でその,あのダーウィン自身はですね、えー、まあもっぱらこの生物学の、まあ、分野の中で、えー、と進化説をこう考えていったわけなんですけども、えー、と社会ダーウィニズムはですね、えー、単に生物一般ではなくってその考え方を人間社会にですね、えー、と適用すればどうなるんだろうかというところから、えー、その考えをですね発展させていきました。つまり、えー 一般的なですね、生物あの進化説にあるような、まあ、適者生存であるとかですね、生存競争といった、まあ、そういったキーワードが、えっと、人間社会にもですね、当てはめることができるんではないかということをですね、まあ、あの考え始めたわけです。でこのそもそもこの「有生学」という言葉はですね、まあ、いつ生まれたかというと、まあ、人類学者であり遺伝学者であるフランシス・えーえー、ゴールトン。 これはダーウィンのいとこにあたるんですけども彼が1883年の著書の中でですね使ったのが最初ではないかというふうにですね言われています。ですからまあこの19世紀の終わりぐらいにですねこの言葉が使われ始めそしてそれがですね多くの人に用いられそしてまあ国家のです、ね、政策にまで影響を及ぼすようになりました。 で、えっと、優生学はですね、まああのまあ、これは、えーまあ、20世紀の初頭にはですね、まあ、ある種花形の科学として、えー、こう一世を風靡していくんですけれども、えー、これはあの今言いましたようなですねダーウィンの進化説とそれからあのメンデルに代表されるようなですね、えー、と当時、まあ、やはり最先,端最先端の学問であったこの遺伝学ですね遺伝の原理というものをがこう合流する形で、えー、と優生学というものがですね、えー、こう 構成されていくことになります。で、えっとそういったですね。考え方を使ってえっと人間がですねあるいは人間社会があのこう。運命的にですね。こう行き先をこうあの決められていくんじゃなくてですねえ。むしろ人為的にその方向をより良き方向にこう定めることができる。 その人間の自然的運命をです、ね、改良しようとする欲求がです、ね、そこにありました。まあ、もう本当に簡単に言うとです、ね、人間改良であったり社会改良そういったものを科学的な視点からです、ね、成し得るんだというようなそういった考え方がです、ね、この優生学の中にはあったということであります。で優生学はです、ね、どのように展開していったか とと言いますとこれはもう学問の世界にとどまったのではなくてですねまあ、それをこう実際にはその影響を受けたっていうのはあのもう多くの国が影響を受けてそれを政策にも取り込んでいくんですけれども最もですねえっ、ー、と大規模に大胆にですねそれを政策に転換していったのが、えー、とナチス・ドイツでありました。 まあ、ナチズムの人種優勢政策の中にですね、えー、それがこう組み込まれていくんですけども前回もお話ししましたように1933年 えっとナチスはですね、まあ政権をえっと取るんですね。そしてえっと男子法のことについてもあの前回お話をいたしましたが、まあ正式な名称、遺伝的な疾患を持つ子孫を予防する法律をですね、えっと成立をさせます。ただまあこういったですね、えっと優生学的なこうあの法とか考え方自体はあの,あのドイツはどちらかというと後進国っていうかちょっと遅れてきてあの後発組でアメ,アメリカなどの方がですね、こうはるかにえっと進んでいたというふうにまあ言われて。 で、えっと、ナチスがですね、えっとまあ、年1933年に弾子法を、えっと、成立させそしてその後ですね、えっと、T4 作戦と言われるものがですね行われました。 これは1939年からえっと41年にかけてえっと行われたんですけれども、まあ極普通のですね医師、まあ特にあのこの場合精神科医の人が多かったんですが、えっと障害者のですねえっと殺害に関わることになりました。えっと結果的にですね、えっと20万人以上のまあ障害者がその犠牲になったというふうに言われています。で、あのこのですねあのまあえっと右手にあの こう写真と言いますかあのこうちょっとしたですねえっ、ー、と写真入りのこのえっ、ー、と説明の,あのモニュメントが立っていてそこにですねアクツィオン T フィア T フィアっていうですねこれドイツ語で書かれていますがあのこれはあのまあ、日本語でいうと T4 作戦と言われるものなんですねでこのモニュメントが立 ているのは、えー、とそのはそですね T4 作戦が実際に行われた、えー、と場所、まあ、現在はベルリンのですねあの,、まあ、あのベルリンフィルの,あのすぐ近くというかあの一角にですねある、まあ、結構目抜き通りのもうすぐそばなんですけれどもそこにそれが立っていまして、えー、のその病院においてですね、えー、を中心に多くの人が犠牲になったわけです。で、まあ、当時の優勢思想人種優勢政策の視点から見て この人たちはもうですね役に立たないと非生産的だ価値がないというふうにですね見なされた人たちが次々と殺害されていったわけです。最初は障害を持った人たちが中心だったんですけどもそれの枠がですねどん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 拡大していくことになり結果的にですね精神病患者とか身体障害者だけではなくてですね一般の病人であるとか同性愛者不老者売春婦それから政治 的な不満分子であるとか、えー、とじあの常習の飲酒者あそれから犯罪者老人に至るまでですね、えーまあ、当時、えー、もう役に立たないとさ見,見なされのですね人たちが、えー、と積極的にですね難楽死の、えー、と対象と、まあ、されていったということです。 まあこれは一旦あの四41年に終わるんですけれども、えー、っとそれもですねあのやはりそれが表向き中止されてもですねなお一部ですねこういったことが続いていったということも知られています。ですからあの まあこのですね、こういったあの大きなあの人種政策のもとに社会改良っていうものがですね進められていく中で、まあ前回えあのカトリックのことをですね触れたのをちょっと思い出してほしいんですけども、そういうですねえ社会風潮の中で、まああのほぼ唯一ですねそれに異議申し立てをしたのがえっとカトリック教会だったんですね。特にそのあのミュンスターの司教のですねフォンガーレンという人は1941年の説教の中で でこういった安楽死政策をですね公然と批判をしたということで、えー、と知られています。 当時においてはですね非常に勇気ある行為であったというふうに言うことができますし、えー、とそのですね、えー、と命の尊厳というものに対するやっぱり根本的な理解をですねどっかで持っていなければ、えー、あの私たちの一般の人にとってはですね、えー、がさえ生きていればあの社会にですね役に立たない人なんかはもうなくなっていいんだみたいな考え方にですねこう簡単に巻き込まれていってしまうようなやっぱりそういう時代風潮がバッタっていうことですね。 ですから、命とは何なのかということをですね、普段からやっぱり考えておくということは、非常にやっぱり大事だと思います。でこの強制不妊手術というのは、ですね。えーまあ、あのドイツの断酒法に始まるそのもので、アメリカとかドイツだけではなくてですね。えー、と福祉先進国と知られている。スウェーデンにおいてもですね。やっぱり同様の事例があったということが、後に分かってきました。 あのスウェーデンでこれは1997年になってですねようやくこれ赤らみに出たんですけれども1935年から、えー、1976年までこれ非常に長きにわたってですけれども、えー、その期間においてですね、えー、っとスウェーデン政府が、えー、約6万人に対して、えー、っと不妊手術を強制していた事実がですね、えー、明らかになりました。こ、え、こ、ー、これはあの福祉国家がですね、えー、っとこういったことをしてる ということに対して矛盾を感じる人もですねいるかもしれませんがここにはですねやっぱある種合理性があります。というのは社会福祉にしても医療資源にしてもですね限られたパイ の中でやっぱ考えていかないといけないわけですね。ですからスウェーデンがえっとより質の高いですね福祉をえこう国民に対してですね実践しようと思うと、できるだけですねえっとまあ国家から政府から見てですね余分なところにはもうお金をかけたくないとえっとそういう形で、えー、その強制不妊手術をすることによって、えー、その。 将来のですね負担をこう減らしていくという、まあ、そういう発想に、えー、こう転じていったというか、まあ、そういう発想をですね、まあ、長らく持っていったっていうこともででですすすね理、まあ、理屈の上では理解することができますしかしまもちろんね、えー、とこういったことは、まあ、おかしいということがですね、まあ、その時に当然議論されることになりました。 で日本もです、ねまあ、例外ではなくえ1996年まで施行されていた優生保護法によってです、ねえーまあ、遺伝病患者や障害者ら少なくとも約1万6千人が 本人の同意がないままにえっと不妊手術、つまつなう有性手術をですね受けさせられていたという事実が明らかになってきました。ですから日本の場合もですねえっとこういったことがえっと長く行われていたんですけどもその事実がですねこう明らみにされるっていうのがもう比較的やっぱ最近のことなんですね。 あの戦争が終わってからですねもう何十年も経ってから、えー、ようやくですねこういった事実がこう明らかになってきたっていうのも、えー、まあ一体なぜ,なぜなんだろうかなっていうことをですね考えてみる必要があります。で、えー、と日本のですねことを少し、えー、まあ事例を挙げて考えてみたいんですが、えー、あのこの優生保護法っていうのはですね、まあ、1996年にまあ終わるんですがそれがこの、えー、と改正されて えっと現在の母体保護法にですねえっ、ー、となっています。で、あの特にですね優生上の検知から不良な子孫の出生を防止するという文言をですねえっ、ー、と削除をしています。で、えっ、ー、とここではですねまあ優生手術というまあ言葉を不妊手術というふうに言い換えただけではなくですねえっ、ー、と遺伝性疾患などの防止を目的とするえっ、ー、と不妊手術を廃止して

というふうなことがここでは言われてるんですけども果たしてこれからはですね一体のどうなるんだろうかこれはですから終わった話ではなくてですねこれから起こりうるですね課題として考えていく必要があります。 そしてこういったですね障害者に関わる問題として私たちにですね今のショッキングな出来事として記憶されているものの一つが2016年に起こりました相模原障害者施設殺傷事件であります。この元職員でもあった この男性がですねこれは彼はもちろん後に逮捕されてそして裁判でですね判決も出ましたけれどもしかしその裁判においてもですねなかなか十分になぜ彼が多くの人の命をですね19名もの入所者の命を奪ったのかっていうことの真相にまで控えが届いたかどうかはですね少し怪しいところがありますがいずれにしてもですねこの事件というものは 日本にですね大きなこの課題を投げかけたというふうに思います。でその彼がですね事件の直後に障害者なんていなくなってしまえというふうに考えたんだっていうことをですね供述しそれに類することをですね まあ、発言を、まあ、裁判の中でもやはりこう繰り返すんですけども、えーまあ、なぜですね、えー、彼がこういったあこの真理に至ったのかということを、えー、きちんとやっぱり究明していくことによって、えー、この問題がですねただ一人の人物の、えー、この狂気に満ちた犯行として終わ,ら終わるのではなくてですね誰もがですね、えー、とそういったこう感覚を持ちるんだ つまりこの社会のです、ね、中にある何かこう差別意識のようなものがです、ね、彼のような存在を生み出したんではないかというふうに考えていく必要もあるかと思います。ですからただ一人のです、ね、責任にしてそれでおしまいということにはですねやっぱりならないでしょうね。 でえー、それから、ですね、まあ、それと、まあ、あのかなり似た時期といいますか比較的最近ですね、えーっとまあ、起こりました大きな変化としては先ほどの旧優先保護法に関連するんですけども、えー、その被害者によるですね訴訟が、えー、なんと,、えー、っと2018年になってですね、えー、っとようやくこの起こったんですね。 もちろんその実際に手術が行われてからもう何十年もこの経っているわけです。で、えー、まあも今年もですねめされています。で、そのですね、えー、あの自らの意思に反して行われた強制不妊手術をめぐってその犠牲者がですねまあ、国家賠償請求を起こし。 その裁判がですね、こう全国にこの広がっていきます。最初2018年1月宮城県から始まるんですけども、それがあの同様のですね、えっ、ー、と裁判訴訟がですね、えー、他の地域にもこの広がっていきました。そしてまこういったですね大きな流れを受けて2019年3月、えー、まもうようやくと言っていいと思うんですけども、あのその犠牲者に対するですね救済法案が国会で成立することにえとなりました。 ですから、えっと、こういったですね、事態自体あの行われきたということ自体がですね、まあ、十分に知られずにき、えー、ましたしそしてまあ雇用を上げてからもですね、えー、まあ政府の対応国会の対応というのは必ずしも迅速なものではなかったと,、えー、と思いますけれどもやはり日本のですね、特に戦後史の中にこういった出来事があったんだということをですね、やっぱり大きな教訓として私たちは受け止めていく必要があります。 それをやあのきちんとこう受け止め考えることなしにですね未来に対する問題の未来にですね起こりうる問題をですね予知することもできなくなりますね。はいそしてですねここで、まあ、あのこれからまあ起こりうるですねことを少し想像しながらこう考えてみたいんですが。 えそこでですね、えー、とキーワードとえー、となるものがえー、とリベラルな優勢思想。 いいいうふうふに読んでで良と思いますでこれまでナチスの時代であったりとかですねスウェーデンの例日本の例においてもこれは本人の意思をです、ね、無視する形で強制的にですね不妊手術が行われたわけです。ですからそういった強制性がですねあるものに対してはもちろんダメであったということがですねえっと言われと反省されるわけなんですけれどもでは えと強制的でなければつまり本人がですね望めば何でもしていいのかっていうことがですね、えー、と近未来の課題になります。すなわち、えーとまあ、あの自己決定権ですね生命倫理において非常に重要とされる自己決定権にまあ基づいて、えーまあ、ある種命のですね選別というものを行う。 結果的にですね命の生命の序列化とかですね最適化みたいなものがこう促されたとするならばそれをですねやはり優思想と呼ぶことはでできるわけですでこれは強制的ではなくあくまでもですね自由意志に基づいてそういった選択がですね多くなされていく。 結果的に優勢思想的なですね社会ができるとするならばそこにはですねあの強制力を持たないしかしリベラルなですね優勢思想があるというふうに言うことがあのできるかと思います。ですからこういったですねものが決してあの過去のものではなくですねこれから起こりうるということをこう考え 時あるいはそれをですね私たちは想定しなければならないと思うんですけども、えー、とリベラルな優勢思想というものをですね批判的にこの対象化していくような視点がですね、えー、を私たちが持ちるのかどうかっていうことですねこれはあの決して簡単ではないと思います。 まずですね言えることはこういった問題をですねまあ、生命の尊厳とは何なのか、えー、ということに対してですねこうしつこく考え続けていくっていうことがえっ、ー、と大事なんですけどもまあ参考までですねえっ、ー、といくつかあのまあ、ヒントになるかもしれない言葉をですね聖書の中からえっ、ー、と少し取り上げてみたいと思いますえっ、ー、と私たちのですねまあ、一般の社会の中では。 まあ、これまでもそうなんですけども、えー、っと、まあ、こう、人の価値っていうものをですね、やっぱり序列化することに慣れているんですね。まあ、例えば、学歴社会においては、えー、っと、成績のいい人がやっぱり優れた人間というふうに、やっぱり見なされるわけですよね。それから、社会になればですね、この生産性の高い人が、立派な、人間というふうに、こう、見なされるという形で。えー、っと、序列化されるっていうことがですね、こう、当たり前にな。って いますですからその序列の上位にある人にとっては、えー、下位にある人に対してですね、えー、っともうあのそれに対して十分なですねこの配慮の目を向けない、えー、むしろその弱者弱い立場にですね、えー、っと置かれてる人たちがどん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 、えー、っと社会の周辺に置かれていったとしてももうそれは当たり前じゃないかというふうにです、ねえー、見過ごすようなまあ風潮も当然起こりうるわけです。 でまあ、そういうですね、まあ、文脈の中で先ほど言ったような、まあ、リベラルな優先思想の問題もこう考えていかなければならないんですが、えっと、聖書の中特にイエスのですね言葉の中には、えー、このようなこの序列といいますか順番をですねこうカーンとこうひっくり返すような、えー、っと言葉が、えー、っと結構多くあるんですね。でこれをあの一つですね見ていきたいと思います。 これはヨハネによる福音書の「九章」からですね、えっと、引用してみたいと思うんですが九、えっと、章はですね、えっと、実はキーワードはですね見える見えないっていうことなんですね。 目が見える見ええるないって一生まるが使われてるっていうことはこれが極めてやっぱ大事だっていうことをですね、えー、意味してると思うんですけども、まあ、あの全部読めませんので、えー、っと最初の部分とですね最後の部分だけ、えー、っと少し引用してみたいと思います。えー、さてイエスは通りすがりに、えー、生まれつき目の見えない人を見かけられた弟子たちがイエスに尋ねた。 ラビこの人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかイエスは答えになった本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない神の技がこの人に現れるためである、えーまあ、このですね、えっと、聖書の箇所において前提とされているのはですね えー、まあ、これも目の見えないということだけではなくて当時はまあ病気にかかっているということもそうだったんですけども、えー、何かこう罪の結果あるいはその,その人自身でなくてもですねその人の親が罪を犯したから、えー、その人にですがです、ね、病にかかっているとか目が見えないっていうようなそういったですね因果応報的な、えー、まあ論理っていうものがですね社会を支配していました。これはあの このの当時のです、ね、パラシナ世界社会だけではなくてです、ねまあ、日本にも、えっと、ほぼ同じような考え方が、えっと、ありますし「用、えーまあの東西は問わない」というふうにです、ねまあ、言うこともできますが、えっと、そういったです、ねえー、そのつまり目が見えないということに対して誰に罪があるのかということをです、ねえっとまあ、弟子たちはこう問うんですけどもイエスの答えはですね、えー、そういうそれにこの誰に罪があるということにを答えるんではなくてですね、えー、誰も罪を犯していない。 むしろこの神の技がこの人に現れるためであるというですね、まあ、ある種驚くべき答えを返しています。そして、えー、とここからですね、まあ、あのいろんなこのエピソードがあるんですけどもあの、まあ、目の見えない人がですね目にあの見えるようになるんですが、えー、っとそのですね、えー、っと最後の急所の,のですね、最後のところの、えー、箇所をですねもうあの引用しあの読んでおきたいと思います。 彼が、えー「主を信じます」と言ってひざまずくと、えー、イエスは言われた「私がこの世に来たのは裁くためである」こうして「見えないものは見えるようになり見えるものは見えないようになる」イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、えー、これらのことを聞いて「我々も見えないということか」と言ったイエスは言われた「見えなかったのであれば罪はなかったであろう」。 しかし今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。このように記されてるんですねつまり見えるものがですね優位に立ち見えないものをこう自然と蔑むようなですねそういった序列をイエスはですね逆転させているわけです。で こういったです、ね、この逆転の発想といいますか、えー、そういったことがですね、えー、そう逆転させるような言葉っていうのが、えー、イエスの言葉の中にはですねこう多数見,あの見出すことができるんですけども、えー、っとこういったです、ねえー、考え方をあのこれはキリスト教理の,のとは何かというところでもお話をしましたがすぐですねこの世の理屈にですね、えー、っと変換することはできません。し、えー、しかし こういった、えー、と視点をどっかで持つことによって、えー、この今の世の中であるです、ね、こうおかしさにこの気づいていく、えー、場合によってはです、ね、それがこうひっくり返ってもいいんじゃないかっていうです、ね、そういうこの、えー、と世界に対してです、ね、こうあの見,見方をです、ね、こうもっとこう幅を持って見ることができるように、えー、な,れなることができればです、ね、こういった聖書の言葉っていうのは、えー、一定のです、ね、重要な役割を果たすのではないかなというふうに思います。 はいそれからもう一つですね、えー、と聖書の言葉を引用しておきたいと思います、えー、とこれはですねあのマルコによる福音書の1章の箇所からなんですけどもまず読んでみますね、えー、さて重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひなまずいて願い御心ならば私を清くすることがおできになりますと言ったイエスが深く憐れんで 手を差し伸べてその人に触れよろしい清くなれと言われるとたちまち重い皮膚病は去りその人は清くなった。このように記されています。えー、聖書のですね、えー、中特に福音書の中でですねイエスがこう癒しをするっていう場面はあのいくつもあるんですけども。 イエスがですね、こう目に触れるとか、あのこう皮膚あの皮膚の人に触れるとかってですね、この触れるっていうことが一つのパーキーワードになっているんですね。深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ というですね、この「触れる」ということが、えっと、で,きなで,きできるかできないかっていうところもですねやっぱり私たちのこう考え方に対しては大きなこう影響といいますか分岐点にです、ね、なると思います。つまり私たちは、えー、触れないで済むように見たくないものをです、ね、こう遠ざけてしまう。 えっとそういう傾向があるわけですよね。しかし触れることによって今まで気づかなかったですね多くのものにこう気づいていくっていうことがですねえっ、ー、とできあの可能になってきます。で、あのまあ今ですねまあこのえっ、ー、と右にですね上げているあの本はあの2020年にですねえっ、ー、とまあ出ます、えー、出ましたこの。えー 福井くるさんというですね現在あの塩学園の、えー、と園長されている方が、えー、と書かれたですね笑顔のうちにあるものという、えー、と本なんですねでまあこの本の、えー、と後半部分は園長の福井くるさんとえっ、ー、と私のですねえっ、ー、と対談に、えー、となって ていますので、まあ、関心ある方はですね、まあぜひこれをあの手に取ってえっと読んでいただきたいと思います。あのこの視聴学園はですね、重いえっと知的なえっと障害を持った人たちがともに暮らすですね、えっと場所なんですけれども、ま現在同社大学の進学部では。 社会福祉と、宗教と社会福祉というですね、科目を設置してその中にですね、中でこの潮学園にですね、こう実習に行ってもらうというようなそういったプログラムを持っています。 これはあのまあ、学生さんであればですね。普段はこの大学に来てキャンパスに来て教室で,ですね。一生懸命勉強するっていうことはもちろん大事ですし、そのルーティーンをですね、えー、こなしていくっていうことがもう大事なんですが、やはりその教室の中だけではですね。学べないことっていうのがいっぱいあります。もちろんキャンパスの外にですね。出て行って。ここにはないものに触れる。例えば小学金に行けばですね。 ええ、重い障害、知的な障害を持った人たちとですね、一緒に触れて、ええ、一緒に歌を歌ったり、食事をしたり、ええ、いろんな仕事をですね、えっと、共にすることができるんですね。そういう中で、このいうですね、えっと、使用分にいるような人たち、そこでですね、共に暮らしている人たちに対する見方が変わってくる。人間に対するですね、見方の幅がですね、大きくやっぱり変え変えられていくわけです。ですから、触れなければ。 それはやっぱ変わらないんですね。 でですすから、触れることによって、その私たちはです、ねえっと普段自分が、えー、している生活の中では見えないものが見えてきますし、えー、このですね、その、まあ、弱さとか、えー、その足りなさというものがですね、決してネガティブな意味を持つだけではなくって私たちはですね、この弱さを克服して、えー、なんかこうより高いところにみたいなことをですね、まあ、一生懸命させられてきたとは思うんですけども、えっと、そういうですね、眼差しだけで、えっと、自分を見たり人を見ているとですね、結構 やっぱりしんどいですね。えっ、ー、と弱さは本当にえっ、ー、と克服すべきものなのだろうかっていうですね。それ根本的な問いをですね投げかけてもいいと思います。で、えー、そういうですねえっ、ー、と弱さを否定せずに、えー、足りなさをですねえっ、ー、と否定せずに、えー、それはむしろですね一人一人の命の、えー、価値としてですね受け止めていくときに、えー、見える世界がですねもう変わってくるかもしれません。 まあそういったことをですね考えるまあきっかけとしてですねまあこういった本を、えー、まあご覧いただければというふうに思います。はいではえっ、ー、と続けてですね三、えー、番目、えー、尊厳とは何かということについて考えていきたいと思います。えー、ここからですね若干あのちょっと抽象度がね高くなるかもしれませんけれどもやっぱり大事な概念です。 これからですね今まで起こってきたことこれから起こりうるですねいろんな出来事を考えていく時にそもそも尊厳とは一体何なのかということをですね理解しているかどうかでおそらくこの評価の仕方見え方がこう変わってくると思うんですね。ですからそういったですねことのベースとしてこの尊厳とは何かということを考えていただきたいというふうに思います。 でまずあの最初にあの現代世界においてこの尊厳という言葉が、えー、用いられているようなですねあの、まあ、文章を、えー、といくつかあの紹介したいと思います。あの特にそのあの条文ですねあの、えー、公になっているこの条文憲法とかですね宣言の中でどのように用いられているかっていうことを、えー、見てみたいと思います。 まずあのよく知られているんですけども1948年にできました「世界人権宣言」の中でですねこの「尊厳」という言葉が、えーまあ、たくさん出てくるんですね。で、えっと、大事なところなので、えっと、ちょっと読んでみますね。まずは「世界人権宣言の」の、え、全、っと、文の部分です。人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と 平等で譲る,譲ることのできない権利と承認することは世界における自由正義及び平和の基礎であるので、えー、中略します、えー、国際連合の諸国民は国際連合憲章において基本的人権人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し と、えー、全部の中にあるんですねそして第1条には、えーまあ、これも有名なあの一文ですけども「す、え、べ、ー、ての人間は生まれながらにして自由でありかつ尊厳と権利とについて平等である」というですね、まあ、こういった表現があります。はい、それからですね、えー と、日本国憲法のですね。えっ、ー、と事例をあの取り上げたいんですけども、これは第24条にですね。えっ、ー、と記されています。第24条の2項ですね配偶者の選択、財産権相続住居の選定。離婚並びにこ婚,、うん、婚姻及び家族に関する。その他の事項に関しては法律は？ 個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないっていうことですね。えっと日本国憲法ではこの尊厳という言葉が出てくるのはまここだけなんですけれども、あのまあ、えっとこういった言葉がですねえっと入ってるっていうことを確認することはま大事であるというふうに思います。 それから、えー、とドイツ基本法、これはまあドイツの憲法にあたるものなんですが、まあ、これまでも話してきましたように、えー、ドイツの場合にはです、ね、ナチス時代に、えーまあ、障害者をです、ねえー、と安楽死させたりとかそれから、えー、とホロコーストにおいてユダヤ人の命をです、ね、たくさん奪ってきたという、えー、この非常にこう暗い過去があります。 それをこう引き受け反省しつつ新しい社会づくりをしていくその時のですね、えっとまあ、基本になったのがこの基本法なんですけどもそういったです、ね、過去の経験を照ら,す照らしてですね、えっとまあ、あの間違ってはならないこれが大事なんだということをですねその第1条の第1項にですね、まあ、こういう形で記されています。第1条 えー、人間の尊厳は不可侵である、えー、これを尊重しおよび保護することは全ての国家権力の義務であるということで、えーまあ、第一条の第一項つまり最もですねこの冒頭において、えー、この人間の尊厳の不可侵性ということが、えー、と強調されているんですね。ですから人種とか宗教とかですねもうそういう違いにかかわらず 人間の尊厳というのはですねいかなる力によってもそれは犯すことができないものなんだということがですね書かれていますそれを保護することはむしろ国家の義務なんだということですね、まあ、かつては国家がその人間の尊厳をですね侵害したわけですしかし国家はそれを侵害してはならないしむしろそれをですね保護する義務があるんだということがここではですね歌われています まあこういったですねあのドイツにおいてはあの生命倫理論の問題を考える時やあ,のあるいはですね、えー、と難民の問題などを考える時にこういったえと基本法の第1条がですねやっぱりたびたび参照されます。 もちろんこれがですねすぐ何か具体的な答えを与えてくれるわけではないんですけどもその尊厳ということをですね大事にするというこの基準をですねきちんと意識しながら物事をこう考えていこうというです、ね、そういう伝統というものをドイツ社会は持っているのではないかと思いますね。 でここからですね、まあ、現代からちょっと離れまして、えっと、尊厳という言葉がですねあるいは概念が、えっと、どういうふうなこの歴史的なこの来歴を持っているのか系譜を持っているのかということについて簡単にですね、えっと、見ていきたい振り返ってみたいというふうにあの思います。 まずあの西洋史におけるです、ねえー、と起源なんですけども、まあ、あのこの尊厳という言葉はです、ね、先ほどの世界人権宣言にありましたように、えー、とやはり西洋史的なです、ねえー、と由来をあの、まあ、強く持っていますね。でその西洋史における起源というのも大きく言うとですね一、えー、つ,つはですね、えー、古代ギリシャローマに遡る人文主義的なルーツ。 源泉とそれからもう一つはですねその後に出てくる、えー、とキリスト教的な源泉その2つがですね、まあ、ある種合流して、えー、このまあ尊厳というですね概念を成り,立たせるという成り立たせてるというふうにですね言って良いと思います。 で古代ローマにおいてですねこの「えー、とまあディグニタ s 尊厳という言葉がすで、まあ、にあったんですけども、えー、とこ,これはですねやっぱりあの尊厳ということの由来を考える上では大事なのでちょっと見てみたいんですが、えー、と自由リベルタスっていうです、ねえー、と言葉概念はあの全ローマ市民にです、ねまあ、等しく付与される価値とされてきました。ローマ市民であれば等しく自由であるっていうです、ねまあ、これがもう当時社会通念としてあったわけです。ところが 尊厳というのはですね、みんな平等ではないんですよ。えー、そうではなくって、高貴な身分の人にはたくさんの尊厳がある。まあ、ある種ですね、あのあの貴族的なですね、高貴な身分の人だけが尊厳を持つというふうに考えてもいいとは思います。 ですから、えー、と言い方を変えるとですねあの人間でもその高貴なものではないとみなされている人はですねより少ない尊厳しか持たなかったりとかそもそも尊厳を持たない奴隷などはです、ね、尊厳を持たないというふうにこう考えられたんですね。で、まあ、人間中心の社会ですからも,うもちろん他の動物にです、ね、尊厳を認めるなんていうことは、えー、とありませんでした。ですから、えー、と尊厳っていうのはですね その多い少ないがですね、えー、こうはっきりとしていたというふうにですね、まあ、あの言うことができます。でえー、それに対して、まあ、ですからですね、当時は、あの、従前な尊厳を持つのはですね、えー、と自由な市民、しかも男性です。男性と女性の間にはですね、やっぱ尊厳の違いが、えー、っとあったんですね。同じ尊厳を持つとは考えられましてはいませんでした。 でそういうですね、えー、っといわば尊厳における格差があるっていうことがですね、まあ、当然示された、えーっとまあ、社会であったっていうことですね。 でそこでですねあの後に、まあ、あの誕生してくるキリスト教がですね、えー、ヨーロッパに、まあ、徐々にこう影響力を及ぼしていくんですけれども、えー、とキリスト教の場合にはですね、えーまあ、これはあの後ほどまた紹介します、えー、創世紀の一、ねえー、章この「創造物語にです、ね」に由来する「えー、と神の像」と神の像 というものをですか、ねえー、がこれはあの古代社会において,ににおいてです、ね、既に重要な意味を持っていたんですけどもそれをですねただですね進、まあ、学的にはそういう議論が、えーっとまあ、延々となされてきているんですけども、えー、っと現実のです、ねまあ、社会においては、えー、っとみんながですね等しく尊厳を持ち得たっていうことはなかなかやっぱ起こらなかったんですね。 で例えばあのカトリック教会に、えー、と反するですね教えを説いたり、えー、反抗したりした場合にはですね、えー、と異端としてやっぱり処罰、えー、されます。で、えー、異端として批判されたりとかですね破門、まあ、されたり、えー、とするっていうことになりますけどもそういった場合にはですね当然、えー、とそういう、えー、と異端者あるいはその破門された者はですね尊厳をもう剥奪されてしまうわけですね。ですかからら、えー、教会的な権威から見て、えー とまあ教会にですね従っている人には尊厳はあるけれどもあのそれに逆らう者にはですねもう尊厳認めませんみたいなね、えー、とこういったことは、えーまあ、あの中世ぐらいまではですね、まあ、ごく当たり前であったわけでありますからあの実際のですね神学的な議論と現実神学的なですね、まあ、あの議論と現実社会との間にはですねやっぱりいろんな意味でギャップがあったというふうに言わざるを得ません。 でえっと、近代以降においてですねより現代に近い、えっと、尊厳の概念が、えっと、出てきます。 でこれはあの国家とかです、ね、宗教つまりあのローマ時代であればです、ね、帝国がこの尊厳をです、ね、付与するみたいなところがあるわけなんですけども、えっと、あるいはキリスト教であればです、ね、宗教的な権威がその尊厳をです、ね、担保するんですがそういう国家とか宗教の権威から独立した他から与えられるんではなくって人として持ってる内在的な価値としての尊厳概念がです、ねえっと、成立し始めるのはやはり啓蒙主義以降です。 18世紀のです、ね、啓蒙主義時代以降においてこの考え方がです、ね、成立していくことになりますしその際にまあ大きな役割を果たしたのがですね哲学者カントでありますで関東はですね尊厳というものに対してまあそのローマ時代においてはですねあの多い少ないの差があったということを言いましたけれどもではなくてですね人にはひそしくです、ね、尊厳があるんだっていうようなことをこう語って いくんですねこういう尊厳の平等性ということが関東以降ですね明確なこの哲学的基盤を与えられていくことになりました。 でえっと、近代以降ですね尊厳の担い手の中心というものは、えー、神から人間にまあ移行しそしてまあ特に現代においてはですね、えー、そ神が与えたというような言い方はせずにですね、まあ、尊厳というもののまあ文化的や宗教的なです、ね、要素をまあ取り除いて、まあ、なるべくこうの一般化していく普遍化していくというですね、まあ、そういった傾向が強いというふうに言うことができます。はい、であの生命倫理,理のですね、えー、議論。 とりわけで前回もですねたびたび取り上げてきたのは、えー、と教会設定の難ししさとということでありました、えーと。尊厳に関してもですね、えー、このことを、えー、やっぱり考えることができます。でいろんなですねやっぱり境界、まあ、先ほどあの尊厳にはですねこうあの量の,あの多い少ないがあるということを言いましたけども、えー、とこれをですね考える、まあ、現代においてですね、えー、と考えるですね、まあ、3つのポイントが、えー、とあると思うんですね。 で一つはですね、まあ、これは伝統的なものものでもありますけども動物と人間と人間が作ったこの人工物との間のですねえっと差ですえっと人間はですね人間に当然従前な尊厳をですすね付与ししようとします動物に対してはどうかいや動物にはですね尊厳なんて考えなくていい。 だからもう人間がですね尊厳がないものとして人間がですねえま勝手気ままにえっと使うことができるあるいは食べることができる殺すことができる対象としてえっと動物をみなすすことがでできたわけなんですねしかしえっと後に触れるですね環境倫理とか動物福祉の中では動物にもですね一定のやっぱり尊厳を認めるべきではないかというような議論も出てきています。 ですから、動物と人間との間のかつてあったような、絶対的な境界線、特にこう西洋社会におけるですね絶対的な境界線というものが少しずつこう由来できているということをですね。いうことができます。絶対的な境界線がですね。ちょっと崩れてきてるんですね。で、それにそれとですね。人間と人工物。 もちろん人工物に対してですね、いや尊厳があるということをですね、今も明確に言う人は多分いないと思うんですけども、えー、未来社会においてはですね、これも曖昧になってくる可能性があります。例えば AI がですね、まあ、高度に今考えられないぐらいにですね、高度に発達した未来社会において、AI をですね実装したロボットやアンドロイドっていうものがですね、まあ、身近にこう私たちと生活を共にするっていうことが起こると思います。 そうしたときに、えー、っと、いや、あれは、あの、ロボットだから、別に、あの、むちゃくちゃしてもいいんだ。みたいなことがですね、果たしてできるのかどうかということですね。今もちろん、これは、あの、深刻に考える問題ではありませんけれども。えー、っと、人工物とはいえ、人間に近いですね、感覚や能力を持つようになると。それに対してですね、尊厳を付与すべきではないかというような議論は、実はもう始まっています。 AI の分野とかです、ね、ロボットのロボット工学の分野なんかでですねこういったことがもう、えー、と国際的な舞台で議論されるようになってるんですねですから、まあ、まだ SF のようにですね思うかもしれませんけども、えー、と人間と AI を中心とするようなです、ね、人工物との間の境界線というものもこう少しずつですねこう揺らいでいるというふうに言うことができます。必ずしも絶対的なですね、違い区別としてですね考える必要はないだろうということですね。 それから、えー、前回ですね扱ったテーマにあの命の始まり終わりっていうことがありましたが、えーっとまあ、あのいわゆる今ですね生まれて普通に生活している人間を中心にして考えるならば、えー、っと命のです、ねえー、っと始まりとしての、まあ、肺とか胎児があります。えー、胎児に、えー、っとどのの程度です、ね、尊厳を付与すべきなのか。 あるいは何週目ぐらいまではですね付与する必要がなくて何週目以降だったらですねその尊厳を付与するべきなのかっていうような議論っていうのがこれ当然ありますのでそこのですね、えー、と境界線っていうのも非常にやっぱり曖昧になってきてますしそれから、えー、と脳死患者の議論に関してもですね、えー、と脳死患者っていうのはもう人格をですね人格的な機能を持たないんだからもう人と見なす必要はないという形でバサッと ですねえー、と切っっててしまいいいのかかどうかということとこもです、ね、やはり、えー、と議論をです、ね、続けていかなければならないような課題としてあります。えー、それからですね生、えーまあ、者、まあ、私たちはです、ねまあ、あの皆さんも生きてる人間なわけですけども、えー、と私たちがです、ね、生まれる前にはもう数えきれないほどのたくさんの人がです、ね、亡くなっています。えー、と死者がいるわけですよ、ね、じゃあ死者っていうのはですねもう亡くなってるんだから、えー、と尊厳は付与する必要がない。 かというと、そうじゃないんですよ。これは古い古いですね。えっ、ー、と時代から、えー。亡くなった人に対し、亡くなったからといってですね。いやもう、要するに亡くなった人に対して、何しても。えっ、ー、と、それに、あの、対してですね。あの、歯向かって来られることはありませんから、何でもできます。冒涜することもできます。えー、死体をですね。むちゃ,ちゃにすることもできます。しかしそういう死者に対する冒涜をですね。まあ、許せないような文化っていうものが。どの社会にもやっぱあるんですよね。死者を丁調に葬る。 死者に対して礼を尽くす、えー、そういう点で言うとですね死者亡くなった人間なんだからもはや尊厳がないというふうにはです、ね、簡単には言うことはできません、えー、死者に対しての尊厳の観念を持ちうるかどうかこれは、えー、と生物学的なレベルの意味だけ,だけではなくてですねそしてそれからですねそれをちょっと反転させて未来にです、ね、生まれてくる人たち今ですね、えー、と姿形全くない えこれからですね、え何十年後かにですね、この生まれてくるような未来世代の人たちに対してえと尊厳をですね認める必要性を通常私たちは感じてないと思うんですよ。しかしもし私たちがですね、え好き放題をしてえと例えば二酸化炭素濃度をですねもう十分すぎるぐらいにあの高めて化学物質をですねいろんなところに充満させて地球環境をえあ させてそれを負の遺産として未来世代に送るとするならばこれは結果的に未来世代の尊厳をででですすすねねしく傷つけけるることになるわけですよ、ね、ですから未来世代が私たちと同じく尊厳ある生活を送るためにはまだ生まれていない未来世代のことをですね考えるということもこれは倫理のですね役割の一つになりうるのではないかっていうことですね。 ですから、こういった尊厳の議論というのはですねその狭い意味でところでですね限定する必要はなくてですね今こう話してきたようなところでですねいろんな形で私たちの日常生活を問い直すそういったです、ね、視点として尊厳というものをです、ね、考えていただければというふうに思います。 はい、では4番目ですね神学尊厳のですね、神学的理解ということでここからですね少しこのキリスト教における尊厳理解にフォーカスをしていきたいと思います。 でえっと、これまでもですね、えっと、何度かあのお話をしてきました創世紀冒頭のです、ね、言葉なんですけどこれをあの改めてえっと引用し読んでみたいと思います創世紀一章の26節から27節です。えー「神は言われた我々にかたり我々に似せて人を作ろうそして海の魚空の鳥、えー、家畜地の獣地を這うものべてを支配させよう」。 神はご自分にかたどって人を創造された男と女に創造されたというですねこういうあの創造物語のクライマックスといいますか最後に出てくるです、ねえー、言葉がこういうふうにあるんですね。でここでですね、まあ、注目すべきなのは、えー、それ以前においてですね、えー、っと最初の第1日目光ありと言われた。 と,いうところから始まって日日日目3日目4日目というんですね天地創造の物語が進んでいくんですけれども6日目に人をこう想像するんですねそして、えー、とそれ以前にはですねなかったような言葉がここに記されていますこれは何かというと我々にかたどり我々に似せて人を作ろうっていうですねまあここでなぜ我々っていうですね神が、えー、と特に聖書の伝統ではですね神が、えー、と一人のはずなのになぜ我々か ととなっているかといかうことはですねちょっと別の議論になってしまいますので今は、えー、控えますけれども、えーとまあ、この、まあ、損傷の複数形というね、えー、とそういうものもありますつまり神は一人なんだけど、まあ、もう我々という表現を使うんですね。でそこで、えー、と神が自らにかたどって似せて人を作ろうと。ですから人は神に似せて作られたというですね、えー、この考え方がですねここから、えー、と展開していきます。でこれをですね伝統的に 神に似せて作られた人間つまり神の中には人間の中にはですね神に似たものがです、ね、あるということで神に似たものをですね神の像というふうにです、ね、これまで読んできました。ラテン語ではイマゴデイというです、ね、そういったことでこれは古代社会においてもですね神学の議論の結構大きな中心になってきたわけです。 で神の像の、えー、と伝統的なです、ねえー、と説明というものをです、ね、ここではちょっと紹介をしておきたいんですが、えー、とこれはあのキリスト教大辞典のです、ねまあ、辞典の項目からの、えー、と引用です、まあ、辞典的な説明ですね。 でえっと、ちょっと長いのであの全部はもう読むことはいたしませんけれどもあのポイントのとことなるとこはですねあの赤字にしているところです。で、えっと、これはつまり神の像ですね神の像、えー、聖書あるいはキリスト教人間間の根本思想を成しかつまた人間を他の生物から区別するところの特徴でもあるこれは、えっと、西洋キリスト教におけるですね一つの基本的な考え方です。 他の動物にはなくって人間にだけに与えられた神の像。だから、えー、とこれ、他の生物と人間と区別、えー、とするんですね。で一体じゃあそれが何なのかということもです、ね、よく議論されてきたんですけども、えー、この辞典、えー、項目の,です、ね、あの,あの途中で書いていますように、えー、と一つはです、ね、っ理性なんです。えー、それ何なのかということを議、ねえー、論されてきたときに、えー、理性である、あるいは永遠の命である。 これはですね、他の動物じゃなくて人間だけが持ってるものなんだというようなです、ねえー、とこういった、えー、と議論がされてきました、まあ、とりわけ理性というのはですね、他の動物が持ちえない人間だけのまあ特権的なものだというふうにですね、理解されてきてそれと神の像とかです、ね、こうセットで考えられてきたわけです、えー、次にですね、えー、とこの、 変遷についてですすね少ししお話をしてみたいいと思いますでこれはあのもう一つですね別の文献からの、えー、と引用となりますが、えー、と従ってこの神の像は神による創造と神への根源的な対抗性を意味しているしかしこのような人間の秘蔵性と神への対抗性は近代に入ると理性による実律性の確立によって消えていく運命にあった。 ここにヨーロッパの人間像にとって最大の変化と宿命とが認められると言えようというですねこれなかなかよく、えー、とまとまっていると思うんですがえっ、ー、とまあ確かにで昔も理性をその一部に含んでいたんですけれどもしかし財前てはですね神と人間との,この向き合いまあここでいう対抗性ということですね。神と人間が向き合って という前提大前提があってその中でですねその与えられたものは何なのかということをこう考えてきたわけなんですけども近代以降近代に入るとですね神とのの向き合いというものが脱落していくわけですそして人間がもう最初からですね神から与えられたんじゃなくて人間がもう最初から持っているものとして理性ですねあるいは理性による自主性というものが人間を特徴づけるものとして強調されていくことになるっていうことですね。 えとこういう形で、えー、かつてあった神の像を中心とした人間理解というものが理性を中心としたです、ね、人間理解へとこう変化していくという大きなです、ねまあ、流れを見ることができます。はいでえー、と次なんですけれども えっとまあ、神の像と同志者ということで、えっと、ここでですねあの、まあ、やはり、えっと、この神の像という考え方が、えっと、日本のです、ね、近代においてもあの影響を与えたっていう一例をです、ねえっと、見ておきたいと思います。でここでで取り上げたいのはあの柏木 というですね新島の訓導を受けたあるいは新島の思想のですね影響を最も色濃く、えー、と受けたですねまあ、人物の、えー、と一人です。でえっ、ー、と彼がですねあのまあ、ちょっと今日はあの今はですね柏木のことについて柏木自身もですね非常にこのユニークな存在なので、えー、と学ぶと面白いんですけどもまあ、その柏木のことはちょっと置いときまして、えー、彼がですねえっ、ー、と書き残した文章をですねえっ、ー、と読んでみたいというふうに思います。えー さればえ宮中の最も劣れる。宮中ではこれクラスのことですね。宮中の最も劣れるものに心を注ぐを持って教育のえ、裁量方法となし、学校の宿会において方向せられたる。2。3の学生を覚えて泣き保たもたえ、これ虹魔城のことを言っています。で決して有望の青年は愛するも、平凡の学生は帰顧みないという。軽薄なる教育家ではなかった。 しかしてこれは先生が全世界よりも重き一人一人の価値神の肖像たる人格の尊気無限を認めておられたからである。チャニングは人なる名称は帝王というよりも大統領というよりも尊気なる称号なりと言うた先生の不敬独立の精神は自由教育自治教会主義の根底は実にここにあるのである。このようにですね 柏木義員は、えー、新島の、えー、思想新島の、えー、教育思想をですね、えー、要約してるんですね私はこれなかなか的確な要約だというふうにあの思います。新島がですね、えー 十分なんていうか劣ったですね決して成績の良くないような学生に対しても目を向けようとしたりとかですね校則違反で追い出されてしまうようなですね退学させられてしまうような学生に対しても一人一人は大切なりっていうに言ったですねそういった、えー、と新島の人間観生徒観のですねこの背後にあるのは一人一人にですね尊敬、えー、無期の,、えー、とあの無限のですね尊厳があるからだ。 っていうですね。えっ、ー、とそういったことをまあ、にあのこの柏木は見て取ってるわけですね。でそこであのこの赤字にですねしているえっ、ー、と神の肖像っていうふうにここにはなってるんですけどこれが先ほどから話しているあの神の像のことです。 先ほどの創世紀にですね由来するところの、えっと、神の像神の像に由来するですねそういう尊厳ある人格というものを新島は分かっていたからこそ、えー、一人一人をですね本当に大事にすることができたんだっていうことですね。であのまあ ここで柏木はですね、あのチャンニングっていう、えー、まあ、当時あの有名なですね、あのインテリアンのこの牧師の言葉を引き合いに出して、えー、っとまあこのように引用してるわけですね。人なる名称は帝王というよりも大統領というよりも尊貴なる称号なり。つまり帝王とか大統領とかっていうですね、まあ、普通からするとディグニタス、尊厳の量がですね、多そうな人たちがいるかもしれないけれども、そうじゃないと。ただ人であるということ。 人であるということこそにですね、えー、が最も尊厳あるですねその称号なんだっていうことを柏木はですね、まあ、チャニングを引いて語りそしてそのことと,、えー、と新島譲渡をですね、えーとこうまあ、重ねているわけなんですね。 ですから、えっと、この「神の像」というのは決してこの抽象的なですね、えっと、進学議論ではなくって、えっと、こ,のこういった柏木であるとかですね場合によっては新島の中にこう流れていたですね、人間観教育思想そういうもので人が人をどう見るかというところにおいてもですね、重要な役割を果たしたというふうに言うことができます。 で、えっと神の像のですね。ま伝統理解、伝統的な理解の再検討ということで、えっと最後にですね。今までの議論を少しえっとまとめてみたいんですが、えっと確かにですね。私たちは今も人,人間をですね。理性的な存在合理的な存在としてえっと考えます。しかし、いつでもですね。理性的で自律的な存在であるわけではないんですよね。 まあ、皆さん自身もですね振り返ってみると今はですね、えー、こういう動画を聞いてですねよくそれを理解できるような、えー、と知性をですねお持ちですしかし皆さんが生まれたばっかりの頃もちろんこんな話聞いてもですね何もわかりませんし、えー、言葉もですね、えー、分かんない、えー、そういう決して理性的でも自律的でもなかったわけですよねそれからだんだん私たちはですね置いていきます最後死にます でそういう中でもですね今持ってるような理性とか合理性とか自術性っていうものがですねどん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 、えー、となくなっていく低減していくわけです。ですから人間はですねいつでも同じように理性的自律的な存在ではないということをこう、えー、と考えればですね人間の尊厳っていうのは、えー とその私というですね存在の理性的な能力に依存しているのではなく、むしろいろんな人間関係にですねこの支えられて存在しているキリスト教の伝統では神と私というですね関係の中でその尊厳がですね成り立っているんだというふうにですねこう考えることができますつまりその私の所有物ではなくって尊厳というのはですね関係概念としての側面があるっていうことをですね理解することができます。 それから2番目なんですけども、えーっとまあ、伝統的にはですね先ほどの辞典項目にもありましたように神の像特に西洋における神の像理解というのは人間をですね他の生物から区別してきたんです。 そういうい、ね、特権的、えー、存在量的な概念であったんですけども、えー、っと今改めてですねそういったことを、えー、批判的に振り返るといやいや必ずしもそうではなくてですね人間が人間としてのあるべき姿を実現するように命じる、えー、関係論的そして実践的なです、ね、尊厳を示しているのではないかというふうにですね私は思います。 ですから当然尊厳というものはですね、えー、とあるかないかこれをですね私たちがこうなんか身体検査をしてですね確認することはできないわけです。絶えずそれをですね求め考え場合によっては実践することによって初めてその尊厳の確からしさということをですねこう確認することがとできるわけなんですね。ですからそれを、えー、となんか最初からですね特権的なと概念としてあまりこう考えすぎない方がいいのではないかというふうに思います。 それから神の像はですね、まあ、人間が徹底して非自律的依存的な存在であることの需要、まあ、これは先ほど言いました「弱さの需要」ということでも関係しますがそれとですね特定の人間類型、えー、まあここでは力を持ち自立した理性的な人間を偏重することの拒否を促しているのではないかというふにですね、えー、っと私はあの思います。 でえー、っとこれはですねあの神との向き合いの中で神の像ということをです、ね、理解する時に自ずとして出てくることですね人間がです、ね、自分の力で自らを生み出したわけではありません。 人はですね、まあ、もちろんこれは聖書で言うならば神が想像されましたしそして進化生物学的に言ってもですね人間は地球環境のですね長い長い生命の歴史の中でようやくこの形をですね得ているわけです。でそうですね多くの恩恵のもとに今があるとするならばそれは 最初からですね、極めて非自律的そして依存的な存在であるっていうことをですね、まあ、率直にやっぱり受け止めるっていうことですね。それは人のですね、謙虚さにもこうつながっていくと思います。で、そういう中でですね、その力を持ち自律的で理性的な人間だけがですね、素晴らしいんだというようなこう固定したですね、えー、と人間累計、そういったものをですね、からもっと自由になれる。 むしろそういったものをですねに対して批判的になっていろんな人間の在り方に対してですね目を向けていくことができるようなその根拠として神の像を考えることができはしないかということをですね私は考えています。 はいまあ、今のですね、えー、ような話について、えー、とさらに関心がある方はですね、まあ、ここに挙げましたような参考文献もありますので、えー、こういったものもあのご覧いただければというふうに思います。まあ、ちょっと難しいかもしれませんけどね。はいでは、えー、と最後になりますが、えー、と今回の課題をですね、えー、と3点まとめておきますのでこれを参考にですねレポートを書いていただきたいと思います。はいまず1番目 人間の尊厳がとてさいとうこととですね尊厳というものはです、ね、尊厳とは何かと聞かれてストレートにこう返すということはです、ね、意外と難しいんですけどもこういう事件を聞いたらあるいはこういう出来事においてです、ね、私はやっぱり尊厳というものが侵害されているそれを守らなければならないというふうに感じましたというような事例があればです、ね、そういったことをちょっと考えてみてください。 つまりこれはひと事ではなくって、えー、と皆さんのですね経験の中で、えー、この尊厳というものがどういうふうな意味を持つのかっていうことをちょっと,、えー、と立ち止まって考えてほしいというそういうことなんですね。で2番目。 えと生産性や能力をを基準に人の価値を評価値評したり序列化すすることは一般的に行われていますしかしそこに深刻な問題があるとすればどのようなことが考えられるでしょうかっていうことですね、えー、まあこれも先ほど話しましたように、えー、人をですね序列化するということはもう当たり前のように行われてきてますし私たちはですねそれに鳴らされてるといいますか、えー、わけです。 でえっと、しかしですねそれが当たり前にされた結果、えっと、どういうです、ね、問題が生じるかもしれないのかっていうことをですねちょっとやっぱり想像してほしいんですねそれだけがですね、えっと、唯一のルールか、えー、序列かっていうことをですねして人の価値をこう、えー、そて設定してしまうことにです、ね、潜む何かこの危うさとかですね問題点どういうところに感じるかっていうことを皆さん自身でですね考えてみてください。 えー、そして最後「神の像は現代における人間の尊厳を考える上で有効でしょうか?えー」その理由も併せて述べてくださいっていうことですね。えーまあ、あの今日の授業のです、ねえー、と後半でこのことについてはお話をしましたけども、まあ、皆さんがですね、えー、と聞いて聞く中でですね、えー、とこれは役に立ちそうかなのかいやいやもうこんなですね、えー、古い議論はですね役に立たない。 そういうもちろん答えにたどり着いていただいてもいいとは思うんですけどもまずはですね考えてみてください。こ彼はですね神の肖像そういったことをです、ねえっと、軸足にしながら、えっと、非戦論まで展開していくんですね。戦争というのは人の命を簡単に奪いますからそういう戦争をやってはいけないというところまで彼はです、ね、思想を展開していきます。 いろんなですすね、彼のの思想や運動の、えー、起点になったんで,す、ね、では皆さんの場合どうかということです。神の像というですね、えー、こう長年ずっと議論されてきたあ議論の蓄積があるんですけども現代において、まあ、私たちはですねそれを有効なものとして、えー、使えるかどうかこれをですね皆さん自身の感覚でもってですね、えー、考えてみていただければというふうに思います。ははい、それでは えー、今回のですね、まあ、今日の、えー、セメリンの2回目のですね、えー、と授業はこれで終わります。